ここからはお天気です。札幌中心部今気温氷点下 2.3 度、先週に比べると寒い週間になりそうですね。先週は季節外れの暖かさもありましたからね、今週は寒くなっていきそうです。では今週の札幌の気温変化から見ていきたいと思います。札幌今日日中の最高気温は 0.1 度、最低気温は氷点下の 3.3 度でした。明日以降はこんな感じで変化していきそうです。まず上の段の最高気温からなんですが、週の前半は平年よりも 1,2 度低め、後半になると平年並みになりそうです。そして下の段の最低気温ですが、ほぼ平年並みで経過していくでしょう。真冬の寒さが続きそうです。では今週の天気のポイント、空ナビで見ていきたいと思います。空ナビはこちらです。今週は冬本番の寒さが続きそうです。そして雪の降りやすい天気続いていきますので、積雪が増えるところも出てくるでしょう。では雪と風の予想を見ていきます。これから今まで降っていなかった太平洋側でも降るんですもんね。そうなんですよね。画面は明日の朝6時の雪雲と風の予想です。渡島地方ですとか檜山地方、雪の予想になっています。では時間を進めていきましょう。明日は太平洋側の地域から次第に北側の地域に向かって雪の範囲広がっていきます。普段雪の少ない道東の太平洋側でも雪が降りますので、湿った雪になります。路面の状況変化しますから、車の運転特に注意が必要です。では雪の降る量を見ていきましょう。雪かきが必要なところもあるんでしょうかね。では予想降雪量を見ていきたいと思います。こちらです。まず青が5センチから10センチ、そして水色が5センチ以下となっているんですが、帯広の周辺、それから知床方面、渡島檜山地方では5センチから10センチ、その他広い範囲で5センチ以下の予想になってますね。で札幌では明日はうっすら程度なんですが、明後日は雪かきが必要なくらいになりそうなので、これはおそらく寝雪の始まりということになってきそうですね。ではその札幌の詳しい予報を見ていきましょう。まあ、通勤通学は暖かい格好でということになりそうですね。はい、明日の札幌県1日を通して概ね曇りの天気になりそうです。マークにはないんですが、昼前と夜を中心に雪の降る時間帯もあるでしょう。量としては降っても5センチ程度になりそうです。では他の地域も時間ごとに見ていきましょう。南西部です。室蘭、江差し、函館など道南方面では午前中を中心に湿った雪が降りそうです。傘があった方がいいかもしれません。小樽の周辺では夜遅い時間帯に雪が降るでしょう。続いて北部です。富良野ではお昼頃、留萌では夜の時間帯に雪が降りそうです。そして曇りマークのところでも南側の地域を中心に昼前から雪の降るところがありそうです。東部の予報を見ていきます。根室の周辺では雪や雪混じりの雨になるでしょう。風が強めに吹くので吹雪くこともありそうです。その他の地域でもお昼前後の時間帯を中心に雪になりそうです。では明日の気温見ていきましょう。真冬日というところもありますもんね。はい、明日日中の最高気温、今日と同じくらいのところが多く、平年並みから1月の上旬並み、広い範囲で0度前後のところが多くなりそうです。青い枠がついている帯広、釧路、中標津では今シーズン一番の寒さになるでしょう。札幌は今日よりも1度高いプラスの1度の予想。明日朝の最低気温、道東や内陸では氷点下2桁の冷え込みになるところもありそうです。その他の地域でも氷点下4度前後のところが多くなるでしょう。さあ先ほど話にもありましたが、札幌も明後日しっかりと降って、それが寝雪になっていくと。ではこの先のお天気、週間予報を見ていきたいと思います。まず黄色い枠がついているところが真冬日の予想ですね。今週は岩見沢で真冬日が多くなりそうです。そして明後日水曜日なんですが、札幌の中心部でも10センチ前後の雪が予想されています。雪かきが必要になりそうです。これが寝雪の始まりになるかもしれません。そして日曜日には低気圧の影響で荒れた天気になる恐れがあります。そして来週の月曜日なんですが、今シーズン一番の寒気が流れ込んでくるので、最高気温でも氷点下4度前後、厳しい寒さになりそうです。北部と東部です。こちらも今週は雪マークが多くて、道北やオホーツク海側を中心に真冬日が多くなりそうです。あさって水曜日、上川地方や留萌地方では20センチ前後の雪が降るでしょう。日曜日には低気圧の通過に伴って雪や風が強まりそうです。さあ明日は札幌うっすら程度ですが、あさっては早起きして雪かきかもしれませんね。